武藤右打ち。NPB では、育成選手であった。福岡県中川市出身。第1回、NPB12 球団ジュニアトーナメントでは、ソフトバンクジュニアの一員としてプレー。鎮西校では、1年次から4番に座る。2年次の夏は、熊本県予選で2試合連続ホームランを放つ。3年時からは、チーム事情もありエースも務め。 夏の熊本県予選に挑むもベスト8で修学観光に2から5で敗れた。甲子園出場経験はなし。2011年10月27日に行われたプロ野球ドラフト会議でオリックスバファローズから育成2指名を受けた。2013年10月1日に球団から戦力外通告を受ける。10月31日自由契約公示された。 2014年は北米独立リーグユナイテッドリーグベースボールのフォートワースキャッツでプレーこの年の同球団には千葉ロッテマリーンズに在籍経験のあるフリオ・フランコが選手権人コーチとして在籍していた。2015年2月4日に元同僚の深山等と共にアトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズと契約を結んだが、 開幕から2試合に出場したのみで解雇され、この年をもって現役を引退した。高校1年時に旅行先の温泉でバック転を試みた際に誤って転倒し、右後頭部を18針縫う大怪我を負った。イカ釣りが趣味、腕前はプロ級。ありがとうございます。